皆さんこんばんは。チャリダリトークライブ鹿児島初日です。とはいえ今日は自転車に乗っておらずですね、博多から自転車を担いできました。段ボールを昨日もらいに行ったんですよ。僕はいつも、整備とかしてもらってる自転車屋さんがあってですね、で段ボールちょっと用意しておいてくださいねって言ったらさ、こんなでっかい段ボール で普通もうちょっとね、3分の2ぐらい小さいやつがちょうどいいんですよね。なんかこんなね、ほぼほぼ正方形みたいなやつよ。なんかね、長方形のやつだったらちょうどいいんですよね。ほぼほぼ正方形のやつがあって、それで収納は全然苦労しないんですよね。ギジギジだったらなんかね、タイヤをこうやったりとかですね、いろいろちょっとパズルみたいなことが必要なんですけどね、そういった意味ではポーンって入れてよかったんですけども、なんか持ち運びは結構あれでね、これでもうずーずーずーと引きずってきたりとかなんとかしてですね、腕パンパンで今痛いんですよ。だからそういう感じです。だからまだね、自転車では乗ってませんけども、明日から宮崎市に向かいます。ただまあ初日というか明日初日ですからね、あんまり無理しすぎると体が痛いというか、だいたい後の方になってくるにつれて楽になってくるわけですよ。でチャリ旅したのは去年の9月ですね。去年の9月ね、どこからしたかな、東北と北海道で東京でラストを飾って、で47都道府県ゴールというふうになったわけですね。ただね、去年ね、覚えてるんですけども、水戸から宇都宮行って、前橋、大宮、千葉、東京と関東、北関東をですね、毎日やってたら最後の疲れてはいないんですよ。飽きてきちゃって、なんか早く終わんないかなとか、非常に申し訳ない感じですけどね。それで、チャリ旅一応終わったらなったんですけども、で今年5月にベンツ旅っていうのをやって、日本海編ってことで行ったわけですね。それはすごい楽しかったんですけども、ただね、やっぱりね、僕自転車がやっぱ好きなんですよね。というわけで今日はチャリ旅トークライブ初日っていうことです。でこのチャリ旅トークライブでですね、毎回ちょっと儀式をね、一つしたいと思ってるようになりましてですね、何かというと、最近僕の YouTube がバズってるんですよね。でバズってるって言っても、もうバズりということじゃないんですよ。もうおかしい、バグってるんですね。俺ね、ちょっとだけ口に出したくないんですけども、心配がありまして、本当に YouTube がプログラムをミスしてんじゃないかなぐらいに思ったりするんですね。ある日、あ、すいません、ちょっと間違えましたとか言ってさその懸念もわずかながらあるんですよね。例えば人気の動画バズりました、バズり動画がありましたね、再生数が100万とかガーっていきました、そして登録者数が増えるのは非常にわかるんですよね。で僕の普段の動画はそんなに変わってないんですよ。まあ良くて1万とか2万とか、まあいい意味で安定してる。でもそれでもまあまあ自分としてはね、YouTube をうまくやってるなと思っているわけですよ。ただ滝行をしたショート動画がやたらとバズってまして、それもインドですから、インド人が普段の僕の日本語の YouTube を見るはずがないわけですね。なのである種再生数とか収益にはほとんど変化がないんです。わずかながらプラスです、わずかながらプラスです。ショート動画って収益化されてますけれども、あれほとんど収益ないんですよね。ほとんどないんですよ、どれぐらいのかな、1回再生したら 0.01 円ぐらいなんですよね。でそれに対して普通の動画は、例えば20分の動画を作ったら、その間に3つ4つ広告入れられるわけですね。でその見てる視聴者層にもよるんですけども、まあ、広告なんか1再生多分1円とかね、なんかそれ以上にあったりしますんで、例えば10万再生されたら10万円みたいな世界があるわけですね。それはもうチャンネルの内容によって違いますけどね、ゲームとか、なんかそういうのあんまり高くはないんですよね。だけど教養系みたいなのは結構高かったりするわけですよ。まあそんな感じでですね、すごくバーってバズってるんですよね。ただし面白いなと思って、で何をするかというと、第1回目今日は11月12日の午後6時半なんです。さて今の登録者数何人か教えてもらっていいですか。2023年11月12日18時30分です。さて何人でしょう。2023年11月12日18時30分 74.8 万人です。めちゃめちゃ増えました。このチャリ旅中にだんだん増えていって、ゴールの方で100万チャンネル登録というドラマチックな走りを期待してたんですけども、どうやらそんなドラマチックな展開にはならなさそうで、もしかしたら明日何にもないでしょ、で明後日宮崎、そして中2日で大分に行くんですけども、大分の前ぐらいで100万行くんじゃないかっていう気がしてるんですよね。というのが今本当に冗談抜きで10万とか12万人増えてるんですよ、1日に。いや最初ね、バリ島に今月行きましたよね、11月2日から。その時に1000とか2000だったんですよ、1日に。わ、これなかなかいいペースだなと思って、その時は100万チャンネル登録なんて考えてなかったんですよ。11月の1日の段階で100万チャンネル登録は全然、まあある意味いつかと思いますけども、年内とも思ってなかったです。まあ、地道にやってなんとなく到達したら盛り上がるかなと思っただけであってですね、まだ11月も2週間経ってませんよね。まだ前半は前半ですよ、12日ですから。で11月の1日の段階で100万チャンネル登録
ロなんか言ってなかったんですけども、というのがやっぱりその時は1000とか2000とかだったわけですね。でバリ島で魔法使い養成講座ってのやったわけですね。これあるわけですよね。これなかなかいいでしょうこれね。でね、11月の4日に20万チャンネル登録行ったんですよ。あ、5日か。11月5日ですね。魔法使いの2日目だったと思うんで、11月5日。で、その時に1日に、1万とか2万とか行ったわけですよ。で、それで一応ピークかなと思ったんですよ、なんとなく。だん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 増えていくんですよね。それで、バリ島から帰ってきたら、さすがに落ち着くだろうと思ったら、バリ島に帰ってきたら今度、1日6万だったのがバリ島中でですね、なんと1日12万とかなってるわけですよ。だからまだピーク行ってないんですよね。どっかでガーッ伸びがあって、どっかで下がるかなというふうに思ったんですけども、そのまだ下がるかなに行って、ないんですよね。非常に不思議な話がありまして、でこれは一応ね、きちんとお話しします。最初にきちんとお話しします。その背景を僕はツイッターとかには書いてはいるんですけども、もっときちんとお話しします。おかげさまでですね、僕今4つ会社持ってます。で4つ目に作ったのが大龍株式会社という、まあいろいろ会社です。不動産とか、まあいわゆる実業系ですね。ただそれはインドネシアのある事業に投資したぐらいで、完全に動いているものではありません。誰も役員報酬もらっていません。そして3つ目が新カード協会っていうのがありましてですね、それもオラクルカードを作ろうというやつだったんですけども、定款に何々の講座をするとか書いたもんだから、あ、じゃあ魔法使い養成講座ここでやろうということでですね、魔法使い養成講座を今年の4月7月そして11月バリ島でやったわけですね。でそれが大体全部で100名ぐらい来られたわけですよ。でまああえて言いませんけども、1人の受講料がまあまあです。でかける100ですから、どれぐらいの売り上げかっていうのはまあまあ分かるはずです。そして2社目がですね、丸い人株式会社っていうやつがありまして、それはジャズの会社ですね。それもね、去年イベント2つやってかなり良かったので、その収益っていうのが今年シンフォニーホールで開催するのに役立ったわけですね。ただシンフォニーホール単体では大赤字ではあります。それはそうです。演奏者50人います。シンフォニーホールでやるだけで300万かかります。いろいろ付帯設備いろいろあってですね、おそらくまあ1,300万ぐらいかかって全体 で収益が500万円ぐらいかなと。そんなにもないかもしれません。なので700、800万はまるっと赤字なんですけれども、おかげさまで例えばですね、この朝昼晩という CD、 杉山さんが作られたやつですね、これ5000円なんですけども、今年2000枚売れまして、なかなかいいでしょ。でまあ印税とかいろいろ払ってて、手元にはおそらく700、800万ぐらい残ったと思いますんで、まあこれだけで赤字分はすぐ解消できたということですね。で去年いろいろやったりとかって、まあまあただ基本的にこういうね、ちょっといろいろ作ってるこれ全部赤字です。で赤字なんですけれども、たまに大幅に黒字ができるというね、まあ、非常にロマンのあることをやってます。例えばね、この CD なんてね、これ絶対売れませんからね。クラリネットだけのドソロですよ。これが爆発的に売れることはまずありえないわけですね。まあ、これになんかね、なんかの技がかかってるとか言ったら結構売れるかもしれませんけども、クラリネットだけのものなんですね。もう非常にマニアックなやつです。だけどもこういう、まあ、あえてもう売れないと分かってるんだけども面白そうなのをやるっていうのは僕のねレーベルの趣旨でありますんで、まあ、それもだからトントンってことですね。で株式会社アンサーというセミナーとか、本のね執筆とかやってるのが、去年ですねまあまあ行ったわけですよ。そしてもう額は言いませんけども、その株式会社アンサーが割と8桁ぐらい税金が払ってしまいましてですね、で8桁税金払うってまあまあってなるわけですよね。でもうちょっとうまくできるんじゃないかってこと結構言われたわけですよ。まあ知り合いの何人か会計士とか税理士さんいるんだけども、まあとある方は払いすぎだっていうふうに言ってましたけども、とある方はいや順当にやってますよと。やっぱり税金をきちんと払って税務所さんともいいように折り合いをつけてやっていかないと面倒くさいですよみたいなことを言われるわけですね。あんまりネットで言っちゃいけないかもしれませんけども、ね、話戻しますけども、その魔法使い養成講座をドカンとやってしまったおかげでですね、今月決算なんですよ。11月決算結構予算が余ってたんですよね。なんか生々しい話になってきましてね。で7月ぐらいから Google、YouTube で広告をつけてみたんですよね。初めてつけてみたんですよ広告を。で広告をつけるというのは結構普通の話ですので、商売する人は大体広告をつけるわけですね。で僕も YouTube に広告をつければいいという話を、例えばですね、僕と同じような髪型をしている鴨頭さんという方がいらっしゃいまして、ご存知の方いらっしゃいます鴨頭さん。鴨頭さんは俺 3,4 年前に実際リアルにねお会いしてるわけですね。2回ぐらいお会いしたのかな。その時どうやってチャンネル伸ばすんですか、広告だよ広告ってね言ってましたんでね、じゃあいくらぐらい広告出すんですかって言ったら、俺はね1日に100万出してるんだよって言うんですよね。1日に100万ということは月に3000万ですよ。年間で言うと3,6000万。そんな YouTube のためにそんなにやるんですか、いやそれはね考え方なんだよってね。話し方教室っていうのを鴨頭さんやってます。これ言っちゃっていいか分かりませんけど、多分こう
現してるんで言うと思いますけどね、あの話し方教室の一応メインの商材があるわけですね。それが30万ぐらいするんですよね。でそれに1000人動員できれば3億円じゃないですか。だからまあ YouTube の広告収益と話し方教室が、まあ、トントンになると。でそれよりもいろいろ事業をしますので、トータルとしてはまあまあいい経営ができてるっていう計算らしいんですね。でその広告を YouTube でつけるとそれぐらいやっぱり露出されますんで、話し方教室がその他、ね、あの事業にも波及すると。ただ僕と偉い違いはですね、上頭さんは日本が対象であるのに対して、僕はインドというですね、ちょっとわけわかんなくなってるわけですね。でまあともあれですよ、で上頭さんはそれぐらいめちゃ助けてるわけですよ。でも3億年間つけられませんからね。だけども上頭さんには YouTube の広告のね、このもらう側の収益ありますよね。それは少なくとも全部広告ね還元した方がいいよって言われてて、でそのこともずっと頭にあったんですけども、あそうだ、ここちょっと一回つけてみようかなと思って、それ全部 100% 経費できますんでやってみようと思ってやったら、7月から9月までですね、ほとんど反応ないんですよ。お金もうなんか立たしてるだけでほとんど関係ないですよね。なんかまあちょっと増えたかなっていうのはあるんですけども、なんかあんまり関係がないなと思って。で大体ああいうのですね、3ヶ月ワンクールで、広告のですね、まあ一応単位をキャンペーンという単位を使うわけですね。なんか我々キャンペーンというとさ、なんか特売とかイメージですけども、広告の場合は広告独特の表現でキャンペーンというかするわけですね。一つの広告キャンペーンみたいなのやるわけですよ。でもういいや、もう終わろうと、もう広告つけてももったいないと思ってね、まあいくらそのなんか経費とはいえですね、もったいないと思って、そしたらね、引っ越しして家具を揃えたいと思って IKEA っていうねところに行ったら、いきなり電話かかってきた。誰かなと思ったらさ、 Google ですね、まあ宇宙と仲良しさんがですね、今度キャンペーン終わりますけども、アカウントがアップグレードされましたので、新たにキャンペーンを続けられませんかという営業の電話が入ったんですね。でなんとなくその時によし、これちょっといいかなと思って、まあもう少しもちろん予算もあるしやってみようと思って始めたわけですよ。で月に1回 Google の担当の方と、ミーティングがあるんですね。でその7月8月9月のミーティングの担当の方はですね、男性なんですけども、それはもう全然パッとしないんですよ。もう俺変えてくれって言いたかったわけですよ。本当全然パッとしなくって、これやってみたらどうですかってやった瞬間にですね、ブワー会場祭りになったりとかですね、だから、ね、ちょ何してんだみたいなんですね、感じなんですね。でそういうのもあって、もうこれ全然 Google 使えねえじゃねえかと、鴨頭さんお金に物出してるだけだろうと思ってたんですよね。で10月やって、で今度ね女性のテキパキした担当なんですよ。それでもう俺が言うことに対して、はいはい、ポン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 、あそういうことなんですね、あチャンネル登録伸ばしたいんですねって言ってさセッティングしますとかでさ、でちょっと待って待っていいですか、ブーって言ってさ、こうやるとさ、なんか悪どいみたいな感じですけども、これ普通の話ですからね、普通の話ですからね。それでやっていくと目に見え始めたんですよ。これね、今からね、これどっかピーしないといけない話であるんですけども、あの数字あんま言えないんですよね。なので、まあ最初日本人の広告出したわけですね。パッとしない人の広告の1チャンネル登録に対していくらかかるかっていうコンバージョン単価っていうのがあるんですよね。だいたい、まあ、いくらぐらいかって言ったらですね、パッとしない人700円から1000円です。切りのいいところで1000円としましょうか。1登録に対して1000円でしょ、結構かかると思いませんか。1万円で10人、10万円で100人、100万円で1000人、これ美味しいですかね。100万円で1000人ですよ。カボガシラさんそれぐらいかもね。担当変わった瞬間こうなったんですよ。これ紙で言います。紙で言います。見えました？おーでしょ？おーでしょ？まあまあでしょ。ご商売される方からしたらまあまあでしょ。ちょっと僕はね、10月21日に満業したんですよ。その時にわーっと打たれていて、毎月毎月というか毎年やってるわけですよね。そして出たんですよ、一回出た瞬間に声が聞こえてきたんですよね。 YouTube を撮れと。これ本当の話です。これはもう嘘隠しありません、本当の話です。 YouTube を撮ってアップしろと声が聞こえてきたんですよ。でわざわざ一回出たんだけども、自撮り棒とかスマホ取り行って、でそれでガチャってやって、またね急ぎの払いとか言ってやったわけですね。それを1分間のショート動画にしたわけなんですよ。でそれをその日のうちにアップしたんです。それがなんと10月21日は弘法大師空海の日でした。またも弘法大師空海ということですね。でその翌日ぐらいに Google の担当の方とまたミーティングがあったんですよ。あのこれに広告をつけたらウケると思いませんって言ったらさ、あできますよ、やってみますかって言ってさ、その結果どうなったか、これがですよ、これが僕が見た最大というか最小になりますよね。すごくないですか。これ100万いきますよね。これ実現するのって多分難しくないですか。まあ、極端な話をすると、1登録に対して1円だったらですよ、これ今の違いますよ、1円ではないんですけども、仮に1円だったら100万円払えば100万人になるでしょ。そこまで美味しくないんですよ。でも事業をやってる方からすると100万円とかすぐ出せるお金じゃないですか。特にやっぱり経費とかもね、抱えてる人は、予算を持ってる人はですね。で鴨頭さんの話ばっかりして申し訳ないけども、年間3億ですよ。3億でき作って
それでまあそうなったわけですね。まあそれはそれでいいと思いますけども、僕これですからね。そしてあもうこれもちょっとこれですね、今から言うのはこれ完璧これなんだけども、あのね言います、ここだけの話です、マジここだけの話なんですけども、これを作るの結構難しいですよね。どう考えてもできないんですよ、こんなの。こんな世界がありますかってことですよ。で、ここで、まあ、ちょっと神秘的な話になるわけですよね。なぜこうなったかっていう話は、誰もわかりません。僕は、それに巨額のマネーを投じてるわけでも何でもなくて、単純に発火しただけです。火をつけただけです。火をついたら燃えてしまったんです。それだけ。じゃあ、どうやって燃やすのかっていう話なんですが、正直言います。わかりません。そこだろうと思うんですよ。正直言って分かりません。はっきり言ってこんなの再現できませんもん。自分で言うのなんですけど、これ再現できません。でこれ再現できたらやるでしょ。できないんですよこれ。じゃあその Google の担当の方は優れてるんですか。いや、まあ、それはまあもちろん Google で勤めてる方でしょうから、まあそこそこちゃんとね頭もいいと思いますけれども、だけどもこの数字で合格だったんですよ。この数字で合格って言われたわけですよ。でこの数字でちょっとね割ったぐらいで大合格だったんですよ、先月のミーティングで。で今月どっかでまたミーティングすると思うんですけども、その Google の担当の方なんて言うかなと思って、いや本当ね、どっかでねプログラム間違えてましたかってさ、なんかごそっと減ったら嫌だなとちょっと本気で思ったりしてるわけですよ。だけどさっきも言った通りですね、これは別に僕の商売というかこういう活動に何の影響もないし何の意味もないのは確かなんです。だけど100万チャンネル登録になったら面白いでしょ。面白いか面白くないかでいうと面白いんですよ。その面白いを実現するために費やす費用としてはまあ激安ですわ。まあ激安です。はい、というのが最近の流れですね。でこの話はもうね毎回あの今度宮崎とか大分でありますけども、もうしません。もうこれ YouTube 出しますんで今の話。そして謎をに思ってる人が結構いると思うんですけども、これ全部これからくりはこれです。でネットでは数字は言えません。これ規約上なのか分かりませんけど、あんまり数字は言ってくれるなっていうですね、いくら儲けられましたかとかそういうのも含めてですね、言ってくれるなという一応 Google の規約があるのか分かりませんけども、これ言ったことによってなんかペナルティーを課されるの嫌ですから数字は言いませんが、でもこういうことです。でこれはねお分かりと思いますけども、これが合格ラインで元はこれだったわけですね。でこれが合格ラインで、まあまあ合格ラインだなと思ったらこれになったわけですよね。じゃあここでじゃああえて言うならやっぱりお大師さんのパワーじゃないかなと、そういうふうに説明した方がスピリチュアル系の皆さんにとってはだよねって思うんでしょう。お大師さんは第二次如来宇宙の中心の方の化身と言われていますよね。もうこれこそまさにスピリチュアルパワーじゃないでしょうか。もうねチャンネル登録こんなに爆上がってるからもう言いたいこと言いますけどね、もう解除祭り全部吸収できますけれども、最近ねこんな話聞いたんですよ。霞が関でお仕事をなさっている、まあ厳密には霞が関の方ではなくて霞が関の方とお仕事をなさっている、要は内部情報とかを非常にお持ちの方が割と僕の近しいところにいらっしゃるわけですよ。でその方からいろんな情報を、まあリークではないですよ、一応公情報というか我々はあんまり耳に入らない情報ですけども、別に出してもまずくないだろうという判断のもと僕に言うわけなんですけども、今回ですねもうコロナなくなりましたよね。だいぶなくなりました。もうバリ島行きました。もうコロナこの字もないです。2月に行った段階ではまだワクチン打たないとインドネシア入れませんでしたから、まだそういう、ね、気配ありましたけども、もうそうですね、まあ、2019年の12月って皆さん何されてました？2019年12月に新型コロナの情報って皆さんご存知でした？その時すでに霞が関では2019年12月の段階で新しいウイルスが入ってきてパンデミックが起こると、でそれが収束するのが2023年1月であると2019年の12月の段階で言われていたんです。さあそのことをもってどう判断しますか。これはパンデミックではなくてプランデミックだっていう言い方をした人います。まあ陰謀論界隈の方にはですね非常にも聞こえのいいというか美味しいネタじゃないでしょうか。19年の12月の段階で向こう3年ぐらいパンデミックが起こるなんてのをもうすでに国は知っていたっていうふうに言うと、
これは意図的に起こしてるんじゃないかとか、その3年間で新しいワクチンを開発してばらまいて人口削減するとか、人間をロボット化するとかですね、陰謀論界隈、都市伝説界隈が好きそうなネタに結びつくんじゃないでしょうか。でもなぜそれが言えるかってことですよ。これはまさしく紛れもなく科学です。科学なんです。 mRNA の脅威というですね、カリコ博士のその研究のプロセスを書いた本があるんですね。僕も全部丹念に読んでませんけども、まあ、あらすじとざっとコアなところに読みました。そこに実際明確に書かれてあるのは2020年、つまり1月、つまり我々がコロナというものを少し認識し始めた頃に、今回の COVID-19 の性格がゲノム解析で分かってたわけですよ。2020年1月の段階でコロナがゲノム解析で分かってるわけですよ。ただそれは実際発表された段階、つまりその1ヶ月前にはもうゲノム解析がほぼほぼ終わってまして、これから3年間世界的なパンデミックで人がバタバタ死ぬんじゃないかということが、もう死亡者シミュレーションまでできたわけですね。このままいったら日本もちろん世界もですね、どれぐらい死ぬかということもシミュレーションできたわけですよ。でその2019年12月の段階で、人類やばくないってなったんですよね。信じるか信じないかはっていう話じゃなくて、これは霞が関で言われてた科学的データの蓄積による結果です。それをもって先ほど言ったようにプランデミックだのですね、人口削減だのって言いたがる人はいますけども、この3年間のいつ何が起こるかっていうのは大体予測できたわけです。一つ予測できなかったことがあるんです。何かというと、ワクチンがこんなに早く開発されてしまったっていうことなんです。 mRNA ワクチンっていうのは非常に新しい技術です。研究はずっと前からされていました。がんの治療とかでですね、あれ何かって言ったら、簡単に言うとですね、ウイルスっていうのはコアな部分の毒を持ってるコアな部分があるわけですよ。でそれに対して足がついてるんですね。つまり王冠みたいな形なんですよね。コロナは王冠みたいな形で、王冠の足のぐにゃぐにゃぐにゃってあるわけですね。だからぐにゃぐにゃぐにゃってあるのをスパイクタンパクって言うんだけども、メッセンジャー RNA ワクチンはですね、そのスパイクタンパクを作り出す、情報をリボゾームに打ち込むんですよ。でリボゾームはタンパク質作りますの でそこで、あ、なんか来たなと思って、スパイクタンパクの足の部分だけ作るんです。すると体の免疫系統がなんか異物がやってきたと思って、 COVID-19 の毒素丸々抗体を作るっていう仕組みなんですね。だから注射自体に毒は全然ないんですよね。全くないんです。だけども副反応がどうたらこうたらあったのは、これほどまでに今回の COVID-19 は強烈だったってことなんですね。ちなみにコロナかかった人います？きつかったと言います？きつかったですか？最強にきつかったですか？僕かかったのかかかってないか分かんないんですよ。かかったかもしれないんですけどもあの時かかってそうだなっていうのはあるんですけども、まあ、分かんないです。かかってないかもしれません。でもかかった人大体めちゃめちゃきつかったっていうんですね。でそのレベルのがもうバーンってきて、しかもですね2週間ぐらい潜伏してる間みんなね普通に活動しますよね。そしたらブワーってスプレッドしまくるわけですよ。そしたらいわゆる自己治癒力というか、体の弱い人に入ってしまうと肺がドロドロに溶けてしまうというのが今回のいやらしいそのコロナの実態だったという話なんですね。ひどい話がたくさんあるわけですけども、そうなってしまったらもういくら何人死ぬかというシミュレーションできたわけですよね。で100年前のスペイン風邪の時は日本人は10人に1人死にました。これまあまあきつくないですか？30人のクラスがいたら3人亡くなるんですよ。クラスで嫌ですよね。小学校バーン30人のクラス、ね、それで3人机が空白になるの、花が飾れるんですよ。嫌ですよねそんなんね。で今回もっとひどいんじゃないかと言われたわけですね。でその昔天平の大疫病の時は国民3人に1人死んでますからね。でペストとかあの辺は2人に1人死んでますからね。でそれぐらいウイルスが脅威っていうわけですよ。だけど今回 mRNA ワクチンが思いのが早くできてしまったわけですね。でそれでカリコ博士っていう人がすごい頑張ったのもあるんだけども、実は何が難しかったかというと、だから中に入れて免疫反応を起こさないようにする複雑な機序があるらしいんですけども、それを抑えるための物質っていうのがあって、それを開発してるのが江戸時代から続く日本のなんとかっていう醤油会社ですよね。だから日本のメーカーもめちゃくちゃ貢献してるってわけですよ。でその結果本来だったらただこんだけ死ぬシミュレーションだったのがこんだけで済んだっていう話ですね。だから未だに反ワクチンなんとか言ってる人はですね、打つ打たないはもちろん別ですよ。反ワクチンなんとかって言ってる人はまあこれはもう情弱というかね、もうスピリチュアル的要素も全然ないなというかですね、もう科学的リテラシーもないなと言わざるを得ないということですね。まあそう言うとね、解除祭り始まるんですね大体。でももうなんぼでも来いということですよ。はい、インド人には通じてませんから。インド人さんありがとうございます。はい、一応数字の上では伸びますからね、相当伸びますからね。はい、こっちの話にちょっと結びつくんだけどさ、2025年これ結びつくんだけど、
今からちょっとね、ディスります人、すいません、ディスるかもしれません、大いにディスるかもしれません。でこれ言ってる人何人かいるんでしょ。でその一人がゲートがって言ってた人ですか。その方ではない、あの辰木亮さん本人が言ってるわけじゃないでしょ。まあ、本人が言ったっていうわけで、でそれに皆さんがあの乗っかってるわけでしょ。で乗っかってすごいことが起こる、なんかすごいなんかね、あの大変なことが起こるっていうふうに煽ってるわけじゃないですか。